こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、Yorii-eki、結構乗り換えの駅って感じですかね。秩父線と東武東上線と、あと JR 発行線 ?JR ですかね、これ。JR ですね、この。切符の自動販売機が八高線と東上線と秩父線、秩父鉄道と全部別々で3つ並んでるっていうね、なかなか面白い駅ですよね。ということでですね、Yorii駅の周辺をちょっと歩いてみようと思います。今日はですね、2022年の11月3日木曜日ですね。時間はですね、もうすぐ5時、午後4時50分ですね。ではですね、歩いていきたいと思います。確かね、乗り換えでね、利用したことはあるんですけど、普通には利用したことがない気がするんですよね。今列車の音がしたんですけど、なんか3路線乗り換えの駅ということなんですけども、街はですね、そんな多分大きくないんじゃないかなと。ちょっと見てみます。こんな感じですね。再開発されてるんですね。この辺の一角はね、ちょっと古い街が残ってたりするんですけど、これ左側はね、今絶賛再開発中っていう感じですね。だったらこの駅前のね、通りをね、歩いていこうと思ってます。はい、秩父の貨物ですね。砂利なんですか、何なんでしょうかね。やっぱ鉄道そんな詳しくないんでわからないんですけど、秩父鉄道は貨物が走ってるんですね。Yorii町、荒川のね、河原の方までね、歩いていこうかなと思ってます。結構こういうハイキングコースというか歩くコースがたくさん整備されてるんですね。で、熱心に漫画を読む女子たち、なんか看板が新しく作られてるんですけど、まだ正式にはなってないっぽいです。で、これ駅前の商業施設ですけど、ちょっとクローズされちゃってるんでしょうね。駐車場だけはタイムズとして利用されてるみたいです。この辺は焼き鳥屋さんがあったり、ここも串焼き
より串焼き屋さん、そんな感じですね。ここのでも一角はちょっと再開発中で、より駅こんな感じです。そしてそこは観光工業より営業所、貸し切りバス、なんかね、そういうバスチケットなのか何か観光のための営業所があったりしますね。ちょっとね、あちら側にね、なんか昔商店街だったっぽい雰囲気のところがあるんで、あっちちょっと寄ってみましょうか。この辺は本当絶賛再開発中っていう感じですけど、全部焼き鳥屋さんですね。その辺も店舗だったっぽい建物があるんですけど、こっち行ってみましょうか。どんぐり、樽酒、生ビール、お休みですかね。こっちに焼肉、焼肉屋さん、これがなんか店舗っぽいんですよね。学習塾、チタウハ、ひまくってますね。家庭料理、カラオケ、お店紹介看板みたいな感じでしょうか。今どの辺ですかね。あ、どんぐりありましたね。この駅がね、これでこの辺り
もお店が集まってるっぽいですね。ちょっと歩いてみましょうか。川じゃなくて、ベルクがあって、ここが商店街っぽい感じですね。ちょっと歩いていきましょうか。薬局があったり、呉服店、ここはシューズ岩田、何かここも街道で昔は栄えたんでしょうかね。陶器屋さんで、そっちは伊勢屋って書いてるんですけど、何屋さんですかね。なんか1階はちょっと違う、食事ができるようなそういうお店です。そうか、次の信号でちょっと横断歩道を渡って反対側に渡って反対側歩いていきましょうかね。お茶屋さん、ここは豚肉の味噌漬け、よりイメージです。8枚入り2300円、美味しそうですね。
ダイソーがあって、マツキヨがあって、ヒベック。ここは文具屋さん、プラモデル屋さん。錆びれたっていう表現がちょっといいかどうかわかんないですけど、錆びれた商店街の中にもですね、このプラモデル屋さんって意外と根強く生き残ってる、そういうイメージがあるんですけど、やっぱりこういうお店って強いんでしょうかね、趣味のお店根強い人気あるんでしょうね。こっち行くとベルク、こういうねおもちゃとかプラモデル屋さんとか、僕も子供の頃よく行きましたね。小学校中学生ぐらいまでプラモデルをよく作ってました。そういうプラがあって、ここは薬品、薬局ですかね。もうすっかり暗くなってきましたね。小宝漢方、そして中国漢方だからかパンダ、すごいですね、読み上げませんけど結構すごいこと書いてますね。でこっち何があるかは分からないんですけども、ちょっと行ってみましょうかね。なんか川の方まで行けたらいいなと思ってたんですけど、ここはたい焼き、スポーツ用品ってフライルア、そしてベルク、ところどころ店舗っぽい建物があるんですけど、店舗として機能はしてなさそうな、そんな感じなんですけども、川まで行けないんですかね。橋が見えてきましたね。橋のあたりまでちょっと行って、
撮影を終えたいと思います。では日が沈むのが早くなっても5時ですけど結構暗くなりましたよね。左にはセブンイレブン、サイの国って言うんですね。サイの国ロードサポート、そして荒川、見えてきたんですけど降りれそうな場所はなくて結構下の方川が流れてます。7代目松本幸四郎別邸跡地、なんて言うんでしょう、すずめの宮公園、川を、ね、見下ろす感じで撮影を終えたいと思うんですけども、こっちもね実はもっと早い時間に来たらすごい綺麗だったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと暗くなりすぎてあまり山の雰囲気が出てないですけど、こんな感じですね。若干ちょっとまだ山の色がわかる感じでしょうか。ではですね、この辺りで撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。ありがとうございました。